去年11月、札幌市西区平和で走行中の軽乗用車のタイヤが脱落して、歩道にいた当時4歳の女の子に直撃した痛ましい事故。女の子は今も意識不明の重体です。この事故では車の所有者と運転手の男性2人が逮捕されましたが、2人ともに処分保留のまま釈放されています。その後のの後取材で札幌地検が50歳の運転手を 過失運転致傷と車を不正改造して点検を怠った道路運送車両法違反の罪できょうにも起訴する方針を固めたことが分かりました事故から間もなく1年きょう運転手の男性が初めて STB の取材に応じました被害に遭った女の子のことを一番に思っている 申し訳ないと思っている直接謝りたいと思っていたが弁護士から止められている弁護士から許可が出たら謝りに行きたい意識が戻ってほしい涙ながらにこう話した運転手事故を起こした車は運転手の名義ではなく所有者が不具合を感じて車を預けていました車の所有者に対しては 所有者は反省の意がない。所有者からはどこがどうおかしいかは言われていなかった音がするくらいでしか確認してもおかしいところはなかったそれで400メートルくらい走ったらああなってしまった札幌地検は50歳の車の所有者についても道路運送車両法違反の罪で今日にも起訴する方針です 警察は当初、所有者について、極めて異例となる過失運転致傷の疑いで逮捕していましたが、札幌地検はその罪での起訴を断念すると見られています。